ビジュアルロックという選択。音楽をやっている人間はやたらとアメリカを目指す。なぜかアメリカが音楽的にトップなイメージ。マーケットを考えるとむしろアジアを中心にやっていくべきであると考える。アジア圏の方が証券になる。昔のメンバーはヨーロッパに強くこだわっていた。ではヨーロッパとアジアを中心にという方向で動いた。もちろん日本というマーケットも大きいのだが、ただ目標はそこではなかった。日本だけに留めておく理由なんてない。マーケットを定めてどのジャンルで勝負しようかとなった時に、やっぱりそこは日本人オリジナルのメイドインジャパンに対するこだわりが今もある。日本以外のマーケットに対しては日本にしかないものを打ち出さないと勝てない。だからこそビジュアルロックにこだわり続ける。アメリカンロックでもジャーマンロックでもブリティッシュロックでもない。それをやることはただのコピーでしかない。コピーじゃ勝てない。